日本フェザー級第10位、渡辺香里。今日はあの鈴木仁君目当てに多くの人が来ると思うので、自分も目を引く戦いがしたいと、そう話した。そして青コーナー、プロ戦績は28戦17勝10敗1引き分け、17勝のうち14勝がノックアウト。公式給料は126パウンド2分の1位。フィリピン共和国メトロマニラ出身。現在のランクはフィリピンフェザー級第1位、ジョンジョン・ウォルバリン・エストラダ。KO でも判定でもベストを尽くすだけだと、そう話したジョンジョン・エストラーダ。アイドルボクサーは同郷のマニー・パッキャオとのことです。身長差は12センチ、渡辺海が上回っています。ですから亀谷さん、この身長差、リーチ差、どう生かしていくかですね。そうですね、まあ、やはり、まあ、エストラーダが強い右フックを踏んできますからね、でしょうからね、はい、それをもらわないことが大事ですから、自分の距離をいかに生かすかですね。スーパーフェザー級の8回戦です。日本ランキングは日本フェザー級の10位に入っている渡辺海ですが、これからはスーパーフェザー級階級1つ上げて上を目指していくという話もしていました。左フックをいい形で当ててきています。左フック入ってますね。はい、まあ、ジャブからまだ、まあ、軽めですけれどね、はい、これも回って、おっと大きな左を振ってきました。ですから、ジョンジョン・エストラーダです。まあ、周り右側に左フック打たれましたが、しっかり反応して右でブロックしてますね。ブロックしてましたね。ガードの方もかなり高めにはしていきたいという。わあ、今度はボディストレートを持ってきます。エストラーダ。いいボディです、ね、アッパーから左のフックを右、大きく振ってきます。右のフックは空を切りました。ジョンジョン・エストラーダ、アッパーから左の右のボディです。左のボディフックダブルなんか抜きたらしい。アッパー、アッパー、いったんだ。右のパレンダー、第1ラウンドからダウンを奪いました渡辺海。いい攻めを見せましたね。ね、あ、終わりましたね。終わりました、終わりました。カウントを数え上げましたレフェリーのビニー・マーチン。1ラウンドの KO 勝ちということになりました渡辺海。